はい、皆さんこんにちは。本日はね、映画を見てきました。で、本日見てきた映画はね、この呪詛という映画になります。見てきたのはね、ユナイテッドシネマ前押しになります。で、チケットの方はね、こちらになります。で、この呪詛という映画ですけど、これね、台湾の映画ですね。台湾のホラーですね。台湾のホラー映画です。なかなかね、台湾のホラー映画なんていうのがあるんだなってことで見に行ったんですけど、今日ね祝日だったんですけど、なんかね妙に若い子が多くて、若い男女とか若い女の子同士とかね、そんなのが多くて、まあ最初ちょっとね、映画館入った時にちょっと違う映画のとこ来ちゃったかなって思ったんだけど、まあ呪詛だったんですよね。こんな台湾のこのホラー映画に若い子来るんだとかって思ったんだけど、まあそんな感じです。なんかね、客層がね、思っていたものとは違いましたね。なんかちょっとびっくりです。で、この呪詛ってのはね、まあ葬っていう、葬儀っていう言葉入ってるだけあって、まあ帰ってきてはいけない、この家は何かおかしいってことで、まあ家を飛び出した女性がいて、でシングルマザーですね、女の子一人をこう育ててるんですよ。で、帰ってきたらっていうかね、呼び出されるんですね、携帯で。なんか番号はわからないんだけど、それを取ってみると、受信してみると、なんとね、おじさんですね。おじさんなんだけど、まあ年としては同い年ぐらいなのかなっていう人ですね。同い年ぐらいのおじさんが電話かかってきて、おじいちゃんが死んだんで葬式に帰ってこいよって言われるわけですよ。まあ父親との確執もあるんだろうけど、一応ね、帰ってこいよって、葬儀ぐらいは顔出したらどうだってことで、この母親がその娘を連れて実家に帰るって話ですね。で、このね、まあ実家のそのじいさんが死んだっていう話をね、その携帯で聞く前から妙なことが起きるわけですよ。で、この女性も夜間はそのコンビニのところでバイトしてて、で一人でお店見てる時に、入り口ですね、入り口、いらっしゃいませっていうのが勝手に開いて、で時間がちょっと経ってみると、こう誰も入ってないなって思って、こう時間経ってみると、ありがとうございましたっていう声とともに扉が開くっていうね、そういったことがあったりとか、妙な缶が転がって落ちてきたりとか、で誰かいるのかなって2階に上がってみたらいなかったりとか、なんかそんな感じがあるんですよ。妙な怪しさがあったり。で、このね、娘がいるんですね、一人娘。で、この一人娘はね、腎臓病で、結構薬飲まなきゃいけないんだけど、で、この子ね、いつも一緒に、なんかね、配達の仕事なんかしてるのかな。で、スクーターで二人乗りで、こう、いつも後ろに乗せてるんですよ。で、この女の子ですね、この女の子が、この母親が、宅配物を置いてくるときですね、その間一人だったんですけど、その間になんかね、人がつけてくるような変な、なんかそんな嫌な空気ですよね。あと、この、向こうの、ちょっと奥の方で、このね、電気が点滅してるのか、なんだか、明滅してるって感じですかね。そんな感じにしてるので、こう、その女の子が行ってみると、何にもいないみたいなことがあったりとか、妙に気持ち悪さが、こう、漂っている状況があって、で、そっから、このおじさんですね、このおじさんから電話かかってきて、実家に帰ってこないかということで帰ってくるわけですよ。で、そうするとこの2人でね、娘と一緒に帰っていくと、まあ、電話してきてくれたこのおじさんがその車で迎えに来てくれて、でそのまんまこの実家に帰るわけですね。そうすると実家はなんか妙な嫌な空気、まず BGM がね、もう BGM が常にこの不穏な音が鳴ってるみたいな感じで、なんか嫌な空気があって、妙な気配があったり、なんか妙なものが見えたり、ただそれはね、夢だったりとかね、なんかよくわからない状況になってくるわけですよ。なんかこの、しかもね、その家族たちもね、なんかすごい冷たくて、遺産目当てじゃないのかとか言われたりとかして、とにかく不愉快なんですよね。とにかく返そうとするわけですよ。なんかよくわからないけど。そういったその、まあ実家でね、まあなんとかとりあえず葬儀だけは見ていこうかなって思ってたんだけど、とにかく不愉快な思いと、なんか不穏な空気ですよね。そんな感じで、で、この家泊まるわけですよ。その晩、一晩泊まるんだけど、夜なんか特に気持ち悪くて、もうなんか幽霊のね、ささやき声みたいな BGM ですよね。そんなのが常にこう流れながら、とにかくこの家はね、なんか物音がして行ってみると変な足、黒い足が見えたりとか、幽霊ですね。他のね、日本は幽霊足ないなんて言うんだけど、まあ、向こうはしっかりね、こう黒い足がありますね、幽霊。とにかく幽霊がいるってことで、とにかくいろんなところでもう、この段階ですね。この最初の段階からこの家の夜中の間は、お化け屋敷です。もう見るお化け屋敷ですね。もうとにかくなんか気持ち悪いことがあったり、なんかね、この、まあ二人ですね、このお母さんと娘さんですね、この主人公の二人が、なんか扉開けるとなんかいたりとか、必ずねこの2人で いるような状況ではなく、なんか1人がちょっと目を覚ました時に変な物音がして、1人がどっかに行ってしまうとかね、だから1人1人になってしまって、その間になんか幽霊の嫌なこの嫌なことが起きるわけですよ。
とにかく嫌な感じのそのお化け屋敷的なことが起きて、でこれね、まあなんかこのじいさんの呪いなのかな、まあでもじいさんはいい人だったみたいな話だったりとかするんで、これどういうことなのかなと思ったら、途中でね急にそのこの家で起きていたある事件があって、それがの全貌が見えてくるわけですよ。最初は序盤はだから本当になんかね、あ、台湾のホラー映画ってこういうお化け屋敷的なそういう脅かし方でするんだなとかって思ってたんだけど、いやー違いましたね。これが途端にね変わってくるわけですよ。なんかね、実はこの家の様相がね本当は違っていたってことがね見えてくるっていうことになってきますね。でまあ翌日とかね、こうまあ、あの日が昇ってる間結構平和な空気なんですよね。でそこでねこうお寺とか行くわけですよ。お寺とか行って、でお寺行った時に占いとか見てもらうと、なんかね不吉な凶を引いたりとか、とにかくもう全体的に不吉な感じがして、不吉な感じが常にまとわりつつ、でなんかねなんか幽霊とか出てきたりとか脅かしてきたりとか、とにかくね2人を追い出そう追い出そうとするわけですね。でこれ実はねある本当のね意味があったっていう、そういった話になります。最終的にはね家族愛で、あのやはり怖いのは本当は人間だったっていう話ですね。そういった話になってきます。なのでねちょっとね後半からねとかって思ってこういう話になっていくんだみたいな感じでしたね。で物語はね、初七日の夜、死者の魂は家に戻ってくる。優しかった祖父を最後に見送るため疎遠にしていた実家に戻ったチュンファとその娘チンシェン、年月が経っても冷たく無礼な父、嫉妬の絶えない姉、おどおどとした義兄、どこかよそよそしい母、失望しきりのチュンファだが叔父の助けもあり気丈に初七日まで過ごそうと決意する。しかし彼女の意思に反して不気味な悪夢が彼女を襲うようになる。奇妙な物音に始まる。家にはびこる怪異におののくチュンファだが、ついにはチェンシェンにも同じ症状が現れる。疲弊した彼女たちは想像を絶するさらなる恐怖に巻き込まれていくって話ですね。まあ最終的にはね、まあハッピーエンドだったんかなあれちょっとね意味深な感じで終わりましたね。なんかなるほど、台湾のホラーってこういう表現なんだみたいな感じのまあ映画でした。まああの新鮮で面白かったですね。なかなか良かったですね。まあ何にしてもねこういうのはね見てみないと、まあ国ごとにねやっぱホラーって言ってもね表現違ったりとかするわけじゃないですか。あのまああと葬式のねそのなんか形式も違ったりとかするのでね、こうアジアとはいえね似てるようで違うところだし、結構ね葬式なんて部分はね結構違うとなんかねこう怖さありますよね。あの葬式でありさらにそういうホラーであるとね余計怖さありますよね。お祈りとかあれも合ってんのかどうかよくわかんないし、そういったこともあります。若い子たちに、ね、大人気のね台湾初のホラー映画呪詛という映画を見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。